Thank you.
本日は、八宝菜と豚汁で、レンチンの蒸し鶏作ってみました。それではいただきます。今日は両手フライパンと和鍋を使った豚汁もいいですよって話がコメントいただいてたんで、やっぱり豚汁作りたくなりましたので作っちゃいました。あったか、おいしい。レンチンの蒸し鶏、鶏系の蒸したのダイエットでよくやるんで、これはちょっといいのかなと。おいしい。まともなご飯がやっと作れるようになってきたなって思い始めてます。皆さんもよかったらやってみてください。それではごちそうさまでした。